こちらのポイントリーダーのジャッジ授与式を行いたいと思います。さあ、それでは改めてこちらポイントリーダー、今回のですね QN リーグ第3戦となりました第1回渡良瀬クリテリウムレース結果により決定いたしました N リーグ、まずは中学生男子の最新ポイントリーダーをお呼びしたいと思います。チーム BM レーシング宮崎ひろき選手、おめでとうございます。どうぞこちらもご登壇ください。足元気をつけてね。おめでとうございます。ちょっとこの辺に行ってください。さあ、そしてですね、中学生女子 NW のポイントリーダーにつきましたブラウブリッジの、大谷彩乃選手となっておりますが、大谷彩乃選手今いらっしゃらないようですので、後ほどこちらの方リーダージャージの方、お渡ししたいと思います。さあ、それではですねこちら、宮崎ひろき選手どうぞご登壇ください。おめでとうございます。てかヘルメットをかぶったまま取っといた方がいいよ。マスクも取っちゃってください。 ありがとうございます。せっかくなんでね、いいね、やっぱり素顔の方がかっこいいよ。というわけでですね、じゃあプレゼンターのお二人ぜひとも、宇都宮ブリッツェンの、西村選手、そして、木南中島選手プレゼンターとしてまたご登壇いただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それではまず先ほどはですね西村選手やっていただきました中島選手にぜひとも、リーダージャージ、こちらですねバトルマリンジャージと言います。こちらのポイントリーダージャージ、ビオレサ製の特製リーダージャージを授与させていただきます。おめでとうございます。ぜひ来てください。どうかな、結構ねサイズがねビシッと決まっているんでねありがとうございます。着用にサポートいただきまして。さあ、ニューエイジリーグ、こちら N リーグのですね中学生男子ポイントリーダーの証でもありますバトルマリンジャージが今宮崎選手の手に渡りました。おめでとうございます。中田選手どうですこちらのリーダージャージ。いや、もうかっこいいですね。なかなかその1校を勝つっていうのも難しいですけど、続けてこういうジャージをキープするのはもっと難しいと思うので、また挑戦してもらいたいなと思います。かっこいい姿ありがとうございます。さあ、それではですね、じゃあ中島選手とあとじゃあ西村選手もご一緒に、じゃあぜひちょっとまずはこちらで1回ちょっと記念撮影をいただきたいと思います。まずはこのバトルマリンジャージ渡ったばかりのところ記念撮影お願いいたします。おめでとうございます。はい、いい感じですか。はい、ありがとうございます。さあ、それではですね宮崎選手はそのままいていただきまして、じゃあ西村選手こちらに来ていただきましょうかね。すいません。さあ、それではですねこちら N リーグの協賛各社様からご提供いただきました副賞の方手渡させていただきます。協賛につきましてはビオレーサー株式会社、クランノート、武田レッグウェア株式会社、アイリス株式会社、株式会社ハヤト、そして株式会社アミックグループ様よりご協賛をいただいております。さあ、まずは初めにはこちら株式会社ハヤト様より、スポーツ栄養食品でございますこちらアスリチューの特製詰め合わせセットが贈られます。おめでとうございます。さあ、そしてアイリス株式会社様からはこちらエクスルーブ、まずは目録。さあ、そしてですねこちらが構成の潤滑油となっておりますエクスルーブとこちら特製ステッカーのセットが手渡されます。おめでとうございます。はい、でさらにです、じゃあ中島選手、ちょっとエクスルーブの目録持ってもらいましょう、はい、目録だけ。はい、そしてですね、間に合うかな、こちらも目録となります、武田レクエア株式会社様よりご提供いただいております、RL ソックス 550R のですねこちら、ポイントリーダーシュ、こちら、目録になっているのは、選手に合わせたサイズを後ほどお送りいたします。おめでとうございます。そしてアスリティックスにつきましてはリーグ登録いただいた選手の皆様にサンプル日焼け止めを送らせていただいておりますので、こちらご紹介させていただきます。さあ、それではですね最後記念撮影に行きたいと思います。じゃあ西村選手そして中島選手もこちらに並んでいただきまして、 N リーグ最新ポイントリーダーであります宮崎ひろき選手、今一度拍手をお願いいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、それでは最後一言宮崎選手からコメントいただきたいと思います。さあ、リーダージャージの着心地は、あ、最高ですいいですね、これビオレーサーね、ベルギーに今ね声が届いていると思いますが、この後袖ヶ浦と続きまして、さらに第5戦はこちらの第2回渡良瀬クリテリウムとなりますが、このリーダージャージどのような形で守っていきたいと思いますか。いや、今回はちょっと負けてしまってのがあったので、次は勝って取りたいと思います。そうですね、ぜひとも宮崎選手が活躍にご注目いただきたいと思います。おめでとうございます。さあ、以上をもちましてこちらポイントリーダージャージ授与式を終了させていただきます。お足元気をつけてご登壇ください。